登山口入り口付近に来ています。辺りは木ややぶなどで覆われています。そしてこちらには熊への警戒を促す注意看板が設置されています。昨日午前10時ごろ、福島町の大宣言だけで消防隊員の男性3人が登山口から3時間ほど入った登山道で休んでいたところ突然斜面から熊が現れ、40代の男性が熊に襲われました。 一緒にいた別の40代の男性が刃渡り5センチほどのナイフで反撃したところ、クマは山へ逃げていきました3人は自力で下山し、けがをした2人は軽傷ですナイフでクマを追い払った男性は、クマの目元と喉元にも刺し、クマはナイフが刺さったまま逃げていったと話していまます。また、同じ山には、のの午後7時半ごろ無人の車も発見され、20代の男性が行方不明となっています。